バズリオです。どうも。今日はどういう感じですか？今日はね、もう見ての通り、クライマックスシーズン今日はあの我が SPL 東京大運動会です。お、はい、天気はね、すごい快晴でね、ちょっと雨が降ってますけど絶好の運動会日和で、そうですね、年にね、1回ね、一応やろうかっつって1年半ぶりに開催ということで、ね、久々開催で、そう、ただ僕はちょっと膝が悪くて、右膝がね、7割ぐらいでやっていきたいと思いますおもろいんで見てください、はい、いつも自分の企画やとね、面白いとこ自信持って言えないけどね、今日は人任せなんで、面白くなかったら僕じゃなくてみんながね、悪いということで、はい、見てください。はい、おいっす。位置についてやれるぞ。よーい、イエーイ。話しないんだけどね。位置について、よーい、出ろ。位置について、よーい。今撮りながら軽く走ったんですけど、ね、あ、本当ですか？膝が痛いこれダメだな。はいですね、うん、第1問デデン。先日行われました R1 グランプリ優勝店舗はジェントリーであるマルカバッタ。そんな興味ないか。正解は。おのりけへんのか。丸です。おい、どういうことや。俺はバズリオチャンネルを。負けてもらうよ。はい、じゃないか。はい。よーい。いやー、とうとうリレーです、うん、でもそんなさ、言ってもさ、まあ、7、8割って言われてもさ、うん、なんかいつも言うやん、え、7割やしとか、はいはいはい、そんな変わらへんからねそんな 0. 何秒とかのアスリートじゃないから。あ、確かに、うん、遅いもんはもう7割だろうが10割だろうが遅いし、うん、じゃあ目指すは何位ですか？いや、リレーなんで1位っすで、俺の目標は抜かれないこと。ああ、なるほど。結構怖いな、ほんまに走れるかな。滑らないことがまず第一ですからね。そうやな、滑らんかったらワンチャンあるよね。そうですね、運動会やね、帰るまでが運動会なんで、ね、そうですね、怪我だけないようにしたいと思います、はい、リレーなんて何年ぶりですか？いや、去年やったよ。あ、そうなんですね、うん、まあ運動はしてる方やと思ったけどね。大丈夫かな。上チーム、バトン練習しよう。バトンの練習やっぱ大事やから。これ取り出か、取り出か。お、上、上。やれ、早っ、この子。あの子じゃないですか？あの子。めちゃくちゃいい。すごい、うまい、うまい、うまい。怖いな。カーブ。いいいい。ハヤトいいよ。カーブ怖いわ。まっすぐだから。下から。皆さん、とうとう来ますね。はい、行ってきます。怪我だけないよ、ね。そうですね。バトン練習もしたし、ウォームアップをね、
準備したら、はい、いや行きたいと思います。倒せ、頑張って、はい、いや、いいよいいよ、今日いいよ、いけ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 、バトンがむずいです。あと思ったより長いです。長いですね。途中でまだあると思って。いやでもしっかり。大丈夫でしたね。はい、なんとか。よかったですね。怖いながらに。足は大丈夫ですか。それだけ気をつけてました。こけないよ。こけないよ。ちょっともらうのも失敗したけど、渡すときパッて見たらこうやっておったっす。ちょっと後で見てください。しかもなんでやねんって書いてて取れてないと思うんですけど、渡した後、はい、なんでやねんって言ったんですよ。まあなんとか完走できました、はい、いや、よかったっすね。よし、明日またやりたい。結果発表、それでは順番に結果の方を発表していきたいと思います。それではまず本日の罰ゲームがかかりました第5位ニアーズファーストです。第4位ジェントリーです。第3位運営チームです。それでは、第2回 SPL 大運動会 IR 優勝チームはユナイテッドリアンズです。そして第2位はクレイジーチームとなります。では、第2回 SPL 大運動会 MVPユナイテッドディアーズ、カレン君おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。賞金1000万円入ってます。はい、ありがとうございます。絶対うるせえ。足早すぎ。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。うめえ。ありがとうございます。ディアーズもう一人で、おめでとうございます。スリーも真ん中。うめえ。ありがとうございます。はい、では、締めたいと思います。ただ、運動会はね、入るまでが運動会なので、今からここから歌舞伎町まで皆さんマラソンです。よし、行きましょう。はい、というおふざけ、はい、というわけで、今日お疲れ様でした。ありがとうございます。SPL グループ最高。はい、無事終わりました。怪我もなくね、いい試合で、おじさんと運営者だけのチームもね、3位ということで、はい、去年はね、僕が入ってたんで2位でしたけど、今年はね、ちょっと膝の方がね、そうっすね、まあ、天気も持ちましてよろしかったことで、うん、なんかみんな気持ちが入ってるような、そうやね、なんかこうしました、ね、声も出てたしね、そうっすね、雨やのにね、いい声出てたよね。うん、来年はもっと人数増やして、はい、来年そしたら新店舗も、あ、そっか、30人ぐらい入らんかな。なので来年はね、ちょっと陸上部の方にスカウトに行きたいと思います。ほらね、運動館その日だけ来てや言って、興味ある人はね、こちらの方までいつも出てないけど、はい、チャンネル登録グッドボタンお願いします。バズリオでした。ありがとうございます。